そしてその年の冬、びっくりしたんじゃありませんか。突然電話してしまって。いいえ、あの迷惑でしょうか。とんでもありません、迷惑だなんて。よかった、綾宮様との二人だけのドライブ。この時私はとても緊張していました。でも同時に綾宮様といられることを嬉しく感じていたんです。何を召し上がりますか。はい、ここのカレーライスはとても美味しいですよ。僕はカツカレーにしようと思いますが。はあ、もしお嫌いでなかったらシーフードカレーも美味しいと思いますが、いかがですか。はい。寒くありませんか。はい、この時風の冷たさをあまり感じなかったのはきっと綾宮様の優しさに触れたせいだと思います。あ、なんだかとても久しぶりのような気がします。あの彦さんは僕たちのことをどういうふうに考えていますか。よかったら僕と結婚してくれませんか。私はその時とても動揺していました。綾宮様の言葉に驚いて、でもすごく嬉しくて、それでもいろいろなことが頭の中をぐるぐると巡っていたんです。ダメでしょうか。もちろん今すぐにとは言いません。しばらく考えてもらって結構です。決心がついたら返事をください。ただこれだけは覚えていてほしい。僕は真剣なんです。どうか僕の気持ちを受け止めてほしい。そうか、それはいろいろと悩んで当然だろうな。私は小さい頃から思考独創性と主体性のある人間に育ってもらいたいと思っていた。幸い紀子はその通りの娘に育ってくれた。それは紀子の人生なのだから自分で決めなさい。どんな答えを出したとしても私たちは紀子のそばにいて見守り続けているから。しょう。でも。あ、何か。申し訳ありません。私まだ学校に用事がありますので。紀子さん。そろ寝るとするか。ちょっと酔っちゃったな。外の空気でも吸いに行くか。紀子さん。はい。星がとても綺麗ですよ。ちょっと見に来ませんか。はい。わあ、素敵。ね、綺麗な星でしょう。ええ。考えてくれましたか、僕との結婚のこと。君がいろいろと思い悩んでいる気持ちは僕にもわかります。でもどうか承知してほしい。紀子さん、僕には君しかいないんだ。僕が皇室の人間だから二人の間がダメになるなんて、そんなこと考えられない。僕が両親を説得する。僕が皆さんに理解してもらう。だからどうか僕と。でも私と綾宮様とでは住む世界が。人間が住む世界に違いなどありません。紀子さん、綾宮様は本当に幸せでしょうか。私なんかと結婚して殿下は本当に幸せになれるんでしょうか。君じゃなきゃダメなんだ。他の誰でもない。僕が本当にそばにいてほしいと思うのは紀子さん、君だけなんだ。どうか僕と。君を悲しい目になんて絶対合わせやしない。誰よりも幸せにしてみせる。紀子さん、どうかうんと言ってほしい。綾宮様、
それでもやはりダメでしょうか。それじゃあ。喜んでお受けします。本当に？本当ですか？ふつつかものですが、どうかよろしくお願いいたします。ありがとう、キコさん。